私たちは秋田のスポーツを応援しています。頑張れ秋田。バスケットボール B1 秋田ノーザンハピネッツ、常にアグレッシブなプレーでチームに貢献する細谷正志選手にお話を伺いました。今日は細谷選手の練習というテーマでお話を聞きたいと思うんですけども、はい、ズバリ好きですか嫌いですか？僕は大好きですね。練習好きですか、はい、昔から好きですか？そうですね、昔から練習するのが大好きで、もともとバスケットを始めたのも遅いですし、中学校から始めたので、はい、みんなより経験もなければ練習量も少ないですし、うん、たくさん練習して上手くなりたいっていう気持ち、まあ、何より一番大事なのは、まあ、バスケットボールが好きっていう気持ちがあったからこそたくさん上手くなりたいっていう思いがあったんで、はい、だからたくさん練習するっていう、こうシンプルな考えでしたね、はい、実際にやったらこう上手くなった、上達が早くなったっていうなんかエピソード的な、やっぱり自分がこうなりたいっていうイメージとかあるじゃないですか、はい、それをこうイメージしながら練習をずっとしてて、それがやっぱできた時、はい、イメージした通りにできた時っていうのは練習も楽しくなりますし、うん、ちなみに小田選手のイメージ、誰をイメージしたかっていうのは。そうですね、バスケットボールを始めたばかりは田臥勇太さん、白子業出身で、はい、秋田ゆかりのある選手ですけど、田臥勇太選手に憧れて、はい、ずっと田臥勇太選手のプレーを真似をして、はい、まあそれはプレーだけじゃなくて、例えば髪型だったりだとか、喋り方だったりだとか、はい、そういうのをこう真似したりして。おすすめの練習って何かありますか？おすすめの練習は特にないんですけど、はい、まあ、僕いつもこうシュートを打つときに、はい、無駄なシュートは1本も打たないようにしてますね、はい、全てこの1本のシュートをこう無駄にしてしまったら最後の1秒のシュートだったりっていうのは必ず外れると思ってるんで、いつもこう試合をイメージした練習をしてますね、はい、なるほどですね、はい、細谷選手にとってスポーツの力とは。スポーツの力とは、やっぱり夢ですね。夢を抱けるというか、僕は田臥勇太選手のおかげで夢を描いて、で今があるので、やっぱそのスポーツの力がこう夢を抱かせてくれて、僕の人生を今こうして充実させてくれてるので、まあ本当に夢ですね、僕にとっては。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。スポーツの力